Just pop up。キスをした太陽は今よりも近くに感じていた。いつの日か大人になると素敵なことはもっと素敵に動き出すと思っていた。オールドファッションラブソングフォーユー。この気持ち隠せない君の本当のファーストキスが最初のさよならなの。 We have a flower to know。 いつか新しいムーンライトダンス僕と踊ってみませんか。振り返るだけじゃダメさ、
さあどうも、サンちゃんは今日はですね、とても嬉ピーです。というのもですね、なんとゲストにですね、渡辺美里ちゃんが来てくれました。あ、僕なんかはいろいろ、僕も書くんですけど、はい、いろいろとですね、いや、たい焼き屋だとか参ったとか思いましたもんね、高校時代に。はい、そうですよ、高校時代に聞いてですか。そうですよ、ケジロー、ほんとほんと、ほんとですか、うん。僕はまたレコーディングでですね、スタジオに当時からもう、ね、スタジオの床に寝っ転がって大学ノートを広げてですね、ペンでこう書いてたんですよ。それ2回ぐらい目撃して、サンちゃんっていつもデレデレ寝てるんだねって言ったんですよ。そう言ったんですよ。サトちゃんはどうやって書くんですか。私ですか。私はね、家中に紙が散らばってて、それなんか受験生みたいだな。そうそうそう、だから、あ、ここにもあるわ、お弁当とかにも貼ってあった。そう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 、でもどうしようかなと思って、あ、こっからいただき、こっからいただきっていう感じで、だから書くぞと思って、こうやって一つのものがこう書けるんじゃなくて、絵がね、頭の中に浮かんで、なんとなく映画みたいにこうスクリーンがバーッとあって、まず風景から入るんですね。そう、見えますってなった時は、こんなん出てますってなった時はいい詩が書ける。なんか今度フラワーベッドっていう、はい、あの新しい LP で、それはあの散らばってる紙がお花だったらいいのになと思って、こう花が敷き詰められたところで寝ると。僕はまたの最近ウォーターベッドが体にいいから、その中に花を詰めて寝るのかなうん、そう、まあ、花壇、直訳すれば花壇という。そうだったんですか。じゃあ早稲田でしょ。知らなかった俺。デレデレしてたなくなったんだよ。それでなんかその中にあのやるじゃん女の子。そうなんですよ。あのやっぱり僕は男なんで、やっぱりあの幼い、なんていうかな、その純粋なピュアな気持ちを書こうとするときにやっぱ少年になっちゃうんですけど、美里さんはそのやるじゃん女の子とかでまた女の子を大事にしてますよね、ずっとね。そうですね。女の子としてはまあ。デビューした頃は珍しく僕というのが主人公で、私が僕がって歌っても全然何の違和感もないっていう風に言われていたんですよね、うん、ご存知ですか。うん、だからそれ自分、まあ、一人称を僕としたわけでしょ、うんうんうん、そう、それがねここに来てね、うん、だんだんこう年を重ねるごとに、うん、きっと今だったら私の年齢だと短大卒業したら2年目でしょ、うん、で4年生卒業したばっかりで就職したばっかりぐらいの年齢なんですね。でそういうなんかそれぐらいの女の子のこう生活、例えば私とは全く違うんですけどね、やるじゃん女の子の主人公は、ブラインドがあってテレビがねフローリングで、そのところにこう床にテレビがボンって置いてあったりとか、シティライブですね。そうですそうです。そういう生活してる人もいるかもしれないけど、やっぱり朝白い飯だとかお父さんが言って、お味噌汁だとか言ってね、で行ってきますって言って自宅から通ってる子もいれば、で少し都会に出てきて、まあ、絵に描いたような理想なわけですね。そう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 、なんかそういう子がいたらモテるかもしれないなとかいうような、割と単純なというか安易な発想から、でもこうなんだろう、職場の花になってほしいなという思いがあって、こういう鏡の前でこうやって朝洋服を決めてね、なかなか自分のやるじゃんっていう、こう自分のことをやるじゃんって褒めてあげれる感じのね、そういう女の子がいいなと思って。いい、それ憧れですか。本人はどうなんですか。私ですか。コンサートやってる時はやるじゃんとか思うんですけど、私生活はね全くダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん、まあ、ダメじゃん女の子。ダメじゃん女の子。